港内両安寺駅は京都府京都市右京区谷口垣の内町にある京福電気鉄道北野線の駅。駅ナンバリングは B7。当初は両安寺へ至る道筋にあることから両安寺道駅と名付けられたが2007年に駅名が変更され、この時に竜の字体が正式駅名になった。現在でも北野白梅町駅、片平の辻駅にある 行き違い駅表示器の表記に、両暗示が残るなど、解消前の駅名の面影を残すものも見られる。相対式2面2線ホームを持つ、列車交換可能な地上駅。駅西側に、主要な出入り口があるが、北の白梅町方面行きホームには、東側にも、小さな出入り口があり、立命館大学方面はこの小さな出入り口を、使うよう案内がある。昼間ダイヤでは、この駅で、 列車交換を行う。ここから、当時院駅方にある踏切から先、道路が並行する区間は、当時院駅まで、複線分の用地が確保されている。複線化によって、なるたき時は館のように駅間で電車が行き違う、ことができるようにするためと思われるが、残りの当駅から、全車の踏切までの区間は、民家が密集して、用地の確保が困難であることから実現していない。 ダイヤは、片平の辻域が先に入線し、北の白梅町域を待つことが多い。ありがとうございます。